コロナが絶賛感染拡大中なのに、東京オリンピックを行うのか？と世界から批判されつつ、なんとか、東京都と日本は、やり遂げましたね。その後の国内感染者の増大は、五輪主催者にとっては、想定内のことだったのではないかと邪推してしまうほど、東京オリンピックの成果報告などは、マスコミでも取り上げていませんね。橋本聖子や森喜朗は、どこに行ったのかな？なんて思ってしまいます。さて、暑い暑い東京オリンピックが終わってから、半年で、寒い北京五輪が始まりました。会場の北京では、雪不足で、人工雪を降らせているそうですが、豪雪に苦しむ日本海側のドカ雪を送ってやりたい、気分ですね。オリンピックといえば、ボッタ栗男爵のいる IOC も、おかしな組織ですよね。なぜ、あんなに、多額の報酬がもらえるのか、会計報告なんかあるんでしょうかね。さて本題です。中国に対する防衛網強化についてです。今回は日本の南西石垣島でも1-2式誘導弾改めの導入を決定したという離島防衛について見ていきたいと思います。2022年2月に入りましたが、尖閣諸島周辺海域への中国海峡局艦艇の動きは、そうも変わらず活発です。2月5日には、接続水域への侵入が、なんと40日間連続で確認されました。海上保安庁が、懸命に、当初の警備を続いています。2021年の中国海峡局艦艇の活動の内訳は、尖閣周辺海域への領海侵犯が34回の延べ40日、接続水域への侵入は毎日と言えるくらいの多さで、延べ332日です。毎年毎年増加傾向にあります。中国海峡局艦艇のこうした動きの陰には、2021年2月に改正された中国の海峡法の施行が影響しているものとみられます。この中国国内法を根拠として、今まで以上の武器使用を合法化した事実が大きいのでしょう。中国が改定し、施行した海峡法によれば、海峡局側が職務上必要と認めたら、組織員が個人的に携行している、重機類は言うまでもなく、艦艇に装備されている重火器の使用も、今まで以上に大幅に緩和されているのです。つまり、中国側が自分たちが攻撃されると思う証拠がある、と感じたら、武器を使って相手を攻撃しても良いという理屈なのです。他国の船に武器を使うハードルをぐっと下げたということになります。ただし、これは、あくまでも、中国の国内での法律ですから、外国に対しては応用できない、無効のはずです。と言っても相手はあの中国です。中国海峡局側の勝手な判断で、武器を容易に使える状況では、現在の国際社会で認められるかどうかの大前提の成否があるとは言っても、日本の漁船等が、こうした海域での操業は、ますます難しくなってしまったと思われます。中国側の勝手な主張については、そのまま受け入れることは、日本にとっては到底承知できない事態です。しかし、民間の漁船や観光船などを攻撃しかねない、それによって、船に被害が出たり、最悪の場合には、人の命に関わる事件にも発展する恐れもあるのです。このようなひどい被害を日本側が受けるかもしれないという可能性がある現状ですから、海保が中国艦艇の動きを抑止しようと、巡回や監視をすることも致し方ないと思うのです。これが
仮にアメリカの漁船相手なら、中国公船が発砲することはあるでしょうか？という仮定の話も、訴状に載せてほしいものですが、中国海峡局艦艇は、2021年頃から、海軍で使っていたフリゲート艦を転用して使用するケースが多くなっています。さすがに、艦対艦ミサイル、艦対空ミサイルなどの重兵装は撤去されているようですが、76mm 主砲は、そのまま設置されている艦艇もあるのです。海上保安庁でも、巡視船数の増加を図ってはいるのですが、重兵装は、海保艦艇の対応範囲を超えていますから、そうした兵装を使用するかどうかは、別問題とは言いながらも、自国の法律を他国に押し付けて、ケロッとしている独裁もどきの前には、劣勢感を覚えてしまうのは仕方ないでしょう。かといって、日本側が海保巡視船に変えて、海自の水上戦闘艦を前面に出すような行動をとってしまったら、待ってましたとばかりの中国の思う。壺にはまりかねないのではという指摘も多いのです。要するに、手詰まり状態で有効な対応策の模索が続いている状況と言えましょう。そんな中、日本が今所有している兵器と資源の中で注目を集めているのが、陸自が装備している人に意識地対艦誘導弾とその配備部隊だそうです。尖閣諸島を含む南西諸島の島嶼防衛については、極めて貴重な戦力と言えるでしょう。この一二式地対艦誘導弾は平成24年、2012年度から調達が開始された兵器で、通称 SSM-1 改めと呼ばれています。昭和63年、19は千葉、千歳度から調達されて、北は千葉、式地対艦誘導弾の後継ということです。8は、知識地対艦誘導弾は通称 SSM-1 ですが、前世は、空自の F2 戦闘機に実装された、80式空対艦誘導弾を土台として開発された兵器で、陸上用に改修したものです。兵器も、時代の影響を強く受けます。8は、知識地対艦誘導は、旧ソ連、ロシアに対する、北方防衛用として開発された歴史がありました。1991年、平成3年、旧ソ連は崩壊しましたが、それ以前は、日本の北方防衛は、旧ソ連軍の接近と上陸を阻むことが主眼となっていました。8は、知識地対艦誘導弾が配備された陸自実戦部隊は、北海道に多く3カ所、青森県一箇所でした。地理的に見ても、明らかに、旧ソ連、現ロシア艦艇の接近を阻もうとする意思を明確に示していたのです。しかし、その仮想敵が消えたわけですから、南西諸島での対中国防衛にシフトしていったのは、当然のことでしょう。一二式地対艦誘導弾は、2016年、平成28年、熊本県の県軍駐屯地の第5地対艦ミサイル連隊に配備開始、2019年3月、奄美大島の瀬戸内分田室地、2020年3月宮古島の宮古駐屯地と、各地に配備が進められています。そして、2022年度中には、沖縄県石垣島にも、一二式地対艦誘導弾を、装備する新設のミサイル中隊を配備する方針が打ち出されているので、九州から沖縄へと続く、いわゆる、第一、列島線上に、地対艦誘導弾の防衛ラインが強化されつつあると見受けられます。それだけではありません。来年2023年には、沖縄県の勝連分田室地にも、新しい地対艦ミサイル連隊の編成が予定されているのです。
この編成完了後には、前述の奄美大島、瀬戸内分田室地、宮古島、宮古駐屯地の既存部隊も、その指揮下に入ることになると見込まれているようですね。このような部隊配備と同時進行として、一二式地対艦誘導弾は、2022年度中には、2017年度から行われていた改良型開発が終わる予定とですが、この終了を待たずに、さらに、射程距離と運用形態を増やす、能力向上型の開発が承認されました。この承認は、中国の南西諸島方面への圧力の増加に対応するため、2020年12月に決定されたもので、敵の射程距離外から攻撃を行うことを基とした、いわゆるスタンドオフミサイル構想の一環として位置づけられていると言えるでしょう。射程距離は、現在の一二式地対艦誘導弾の約 200km 弱から、大幅な、遠心目標が設定されていて、報道によれば、まず 900km、次に 1500km を目指しているということです。最終的には、1.7 倍以上の距離を目指しているのですね。運用形態の多様化という面では、現在の地対艦だけでなく、艦艇搭載型の艦対艦タイプや、航空機搭載型の空対艦タイプが想定されています。これによって、南西諸島防衛能力の多層化が進んでいくことが期待されているのです。といっても、こういった側面を強調しすぎると、憲法で禁止されている攻撃的兵器ではないのか、とか、敵基地攻撃能力の保有になるのでは、などと、結論が、前提の批判を受ける可能性が高いせいでしょう。積極的に言及することも少ないようですね。お隣韓国など一部のマスコミの記事によると、日本が、一二式地対艦誘導弾の能力向上型を開発して、航空機等に装備すれば、平壌や北京、への攻撃能力を持つことになるだろうという指摘も出ているそうです。今後もこういった傾向は、強まっていくことが予想されます。といっても、北朝鮮は、隙を見ては、弾道ミサイルや巡航ミサイルを日本海へ発射する国ですし、その北朝鮮の後ろ盾となっている中国は、中距離ミサイルを日本へ多数向けている国です。そういった国々を相手にする日本が、ある程度の抑止力として、武装強化を目指すのは、国民を守るためには、至極当然のことだと思われます。だからこそ、防衛省も政府も丁寧に分かりやすく、粘り強く、国民ときちんと向かい合って、話をすることが必要なのではないでしょうか。